グローバル販売へサイズは長く。北米ホンダが新型アコードを発表した。2023年の年初に現地発売を予定している。新世代のミドルサイズセダンとして登場した新型は、アメリカ市場では11代目に当たる。ホンダは進化した2モーター式ハイブリッドシステムで、 スムーズかつ上質な走りを実現するとともに、最新のコネクティビティと安全運転支援技術を搭載と説明。そして発売地域については北米以外でも、日本を含めてグローバルで販売が予定されています、と明かした。装備仕様は異なるだろうが、日本にもやってくる方向であると発表されたわけだ。 外観は全く新しいスタイリングで流麗なイメージ。長くスッキリしたボディラインにシャープなグリル。ブラックアウトした LED ヘッドライトを組み合わせ、フロントは力強い顔立ちだ。横から見たフォルムは、後ろ寄りに配置されたキャビンと、傾斜したリアピラーによって伸びやかで動きのあるシルエットを表現。サイズ面では、 全長が現行モデル比で約 70mm プラス。トレッドはリアが約 10mm 拡大したことが分かっている。内装は12.3インチスクリーンも。内装は統一感をテーマに処理、仕上げを上質にした。とりわけ、クラストップレベルの上院空間とされるキャビンは実に開放的。 独自の表示機能を与えられた10.2インチのデジタルメーターパネルは標準装備。ハイブリッド車には、ホンダ史上最大となる12.3インチのタッチスクリーンが選ばれた。前方視界は、ノイズが少なく、ドライバーにも、乗員にも心地いい泳ぎの空間を目指している。また、最上位グレードにはホンダとして、 初採用となる車載向けコネクテッドサービス。Google Build In Google b u i l ン In を搭載。ナビ、交通情報のアップデート、音声操作による空調設定が可能だ。また、OS アプリなどのソフトは OTA による更新ができる。見えるハイブリッド 1.5L ターボが登場。新型アコードのパワートレインは、 2.0L ハイブリッドと 1.5L 直四直噴ターボという2仕様を用意 2.0L ハイブリッドは駆動用モーター発電用モーターを搭載した2モーター式ハイブリッドを改良新型 2.0L 直噴エンジンを組み合わせパワフルな走りを実現する 1.5L 直四直噴ターボは CVT 無断変速機の騒音、振動を低減させ、さらに CVT 制御もリファインした。ドライバーの意思に寄り添う爽快な走りと説明されている。アダス年では、ホンダセンシングの性能向上に向け、新たに視野角90度のカメラ、視野角120度の広角レーダーを採用。検知範囲の広角化により、車両、歩行者だけでなく、 自動車二輪車に対しても認識能力がアップした。また、白線、遠赤といった道路、境界線道路標識などの認識能力。アコードでは初搭載となるトラフィックジャムアシストが追加され、衝突防止性能もレベルアップを果たしたという。